就活生、Kちゃんと学ぶ、日経新聞。新しいインボイス制度は、消費税の税率や税額を請求書に記載することを求め、課税事業者は仕入れ時に支払った消費税額を納税時に控除できるようになる。免税事業者は、この制度の利益を享受するために、課税事業者への転換を考慮しており、多くがすでに登録を済ませている。しかし、この制度の導入に伴い、企業の事務負担が増加すると予想されている。特に、インボイスの発行、保管、取引先の確認など、新たな作業が必要となり、これには、社内システムの更新も求められる。制度の理解と登録を促進するため、各業界からは、説明会や取り組みが行われている。一方で、この制度により、独占禁止法や下請け法に抵触する恐れがあり、公正取引委員会からの注意もある。政府は、制度による混乱を抑えるための対策を進めており、免税事業者から課税事業者への転換を支援する税額控除措置や、転換後の納税額を一定期間抑制する措置を提供している。また、個人の経費精算にも影響が出る可能性があり、特にタクシー利用やレストランでの会食など、日常の経費精算において、インボイスの取得が求められる場合がある。政府は、世界平和統一家庭連合級統一協会に対し、可能な解散命令請求を検討している。文化庁は10月12日に宗教法人審議会を開催し、解散命令請求について議論する計画であることが明らかになった。これは宗教法人法に基づき、法令違反と公共の福祉害が明らかである場合に、裁判所が教団の解散を命じることができるものである。文化庁は2022年11月から教団に対する調査を進めており、教団側は500項目のうち 20% に当たる100項目以上に回答していないと報じられている。この回答拒否により、文化庁は行政罰の適用が必要であると判断し、過料の通知を東京地裁に送った。政府は民法上の不法行為において、組織性、悪質性、継続性の3要件が確認されれば、解散命令請求の要件を満たすと位置づけている。解散命令が請求されれば、地裁は非公開で審理を進め、最高裁まで争われる可能性がある。解散命令が認められれば、教団から法人格は剥奪され、税制上の優遇は失われるが、任意団体としての活動は続けることができる。ジャニーズ事務所は、会社再編を計画しており、新会社を設立して、所属タレントのマネジメント業務を移管する方針を固めた。現行のジャニーズ事務所は、小ジャニー北川元社長による、性加害の被害者への補償に専念する。新会社の社名は、ファンからの公募を考慮する模様で、藤島ジュリー景子氏は、新会社に出資せず、業務にも関与しないと見られている。民放各社からは、補償とマネジメントの分離を求める声が上がっており、ジャニーズ事務所は、9月7日に、北川氏による性加害を認め、被害者への補償意向を示した。藤島氏は、代表取締役のポジションを保持し、ジャニーズ事務所の株主構成と社名は、当面維持すると発表。スポンサー企業からは、人権尊重や、企業統治の視点から批判があり、いくつかの企業は、CM 放映の中止や、起用見直しの動きを示している。ジャニーズ事務所は、タレントの広告や、番組出演で得た出演料を、タレント本人に支払う方針を示し、10月2日に、経営方針に関する会見を開催し、被害者への補償と、再編案について説明する予定である。この再編は、ジャニーズ事務所の未来における、重要なステップとなる見通しである。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録待ってます。今日も元気にいってらっしゃい。